陸軍省は日本の第二次世界大戦前の行政官庁各省の中の一つである。大日本帝国陸軍の軍政機関。主任の大臣は陸軍大臣。陸軍大臣は国務大臣として新任官であり、現役の陸軍中将、大将が敗任した。予備役の陸軍中将、大将の敗任が可能な時期もあった。1903年以降、 1945年に、至るまでの主な付属官庁に、航空本部、技術本部、兵器省、造兵省、科学研究所、被服省、両末省などがあり、内局に、大臣官房、人事局、軍務局、整備局、兵器局、経理局、医務局、法務局があった。1872年2月に、兵部省から分離し、海軍省と共に設置される。 当初は、大乗大臣の統制下に、軍政、軍令を一元的に統括するフランス型の陸軍組織として発足したが、後に、軍令機関を独立させたプロシア式に改められることとなり、1878年に参謀本部が設立され、1900年に専門教育重視のために教育機関として、教育総幹部を独立させて、純粋な軍政機関となった。 1941年12月8日から15日にかけて参謀本部、教育総監部、陸軍航空総監部ともども、三宅坂一帯から一外野大の陸軍、士官学校跡地に移転した。1945年12月1日付をもって、陸軍省は第一福音省に、改祖、1946年6月14日に、旧海軍省を引き継いだ。 第二副委員長と統合して副委員長となり、1947年10月に廃止された。旧陸軍省の資材は大倉省に一括移管された。陸軍省の資料の一部は防衛省、厚生労働省に引き継がれている。また、陸軍軍人の兵力は当時の連帯区司令部から都道府県に引き継がれている。 群馬局は1874年3月31日に群馬局条例に基づき設置され、群馬の調教等の馬制業務を司った。支部として東京に第一馬屋、仙台に第二馬屋を設けた。1886年3月1日をもって廃止され、所掌事務は紀平局第三課が引き継いだ。歴代馬局長1890年3月に設置され、 1945年12月の陸軍省配止まで存続した。主たる所長事務は国防政策、陸軍建成編成計画、動員計画、予算に関する事項、軍需行政や国家総動員体制等多岐にわたり、陸軍に関する行政、いわゆる軍政は主にこの局から発せられた。明治5年2月表部省を 陸海軍省と分割した際にも軍務局はあったが、その時は主に不評、騎兵の陛下に関する事項を取り扱っていた。明治6年4月に第2局と改め、明治12年10月には人員局と解消された。この頃はもっぱら後の人事局が司る事務を行っており、1890年3月に設置された軍務局との連続性はない。 明治五年二月の秘書局とその後ろ身である千八百七十三年四月の第一局は、書商事務が通報、軍務関係でそれを引き継いだ明治十二年十月の総務局が本来の前身で、総務局創設時の書商事務は、書務、上兵正規だった。しかし、千八百九十年三月の完成改正まで陸軍省では、核兵器別に事務を取り行っていたが、 それらをすべて廃止事務は、軍務局が司どったため、所証事務の上では、どの局とも連続していない。軍務局は、帝国議会との折衝も行っていたが、1938年3月3日当時の、軍務局軍務課国内班長の佐藤健良中佐が、ヤジに対し、黙れ、と一括した、黙れ事件がある。これは、時の陸軍大臣杉山本大将が謝罪することで、 決着するが、佐藤中佐は後に中将に進級し軍務局長に就任する。戦後連合国側から永久戦犯に指名されるが、これは先の黙れ事件も原因の一つという、歴代軍務局長は心得、は事務取扱い、は兼職を表す。明治5年に陸軍省が創設された際には、兵科別に壺根が作られ、人事は夫別々に行っていた。 明治12年10月の完成改正で人員局が創設され、所掌事務は、召喚、参謀並びに、不評、騎兵、憲兵、市長兵の、各兵か及び獣医部、軍学部の人員調査であったが、法兵局、公兵局ともに人員化を持ち、人事については統一されていなかった。明治19年3月に人員局が廃止され、人事については、 総務局第四課が司さどった。この時には、権限が全軍人にわたるが、騎兵局、法兵局、公兵局では、別個に人員調査を司さどり商工名簿を管理していた。翌年6月には、人事課に解消され、明治23年3月各兵科別の壺根が廃止され、軍務局に一本化され、人事については、大臣官房人事課が一括して掌握した。 明治33年5月初めて人事局が創設された。所属課は部人課と温床課。この体制が長く続いたが、昭和11年8月、長母課が新設された。昭和13年新たに功績調査部が設置された。昭和14年には、先の長母課が兵務局兵備課に移管され、一部二課体制で終戦を迎えることとなる。 昭和20年11月30日に陸軍省が廃止され、外地の軍人及び法人の引き上げにかかる第一副院省に改組されるが、陸軍省人事局は業務局として残った。これは副院長に改組縮小されても第一副院局業務部として残った。歴代人事局長日露戦争に新章した日本は兵器の研究、 改良の必要性から明治41年12月に兵器局を設置する。はじめ重砲化、機材化の2化を干渉していた。外局の陸軍技術審査部、陸軍兵器省、砲兵工省及び陸軍火薬研究所も所管した。大正7年6月には構成化を新設し、軍需工業動員について干渉した。かねてから兵器に関する行政、実務は、 陸軍省兵器局、陸軍技術本部、陸軍兵器省が取り行っていたが、内局か外局という立場があるもののいずれも、陸軍大臣のとに位置し、並列であったため、一元化を図り、昭和17年10月これらを統合し新たに、陸軍省の外局として、陸軍兵器行政本部に改編した。歴代兵器局長、大正15年10月に新設された整備局は、 大正9年8月に設置された外局の作戦資材整備会議を前進とする。同会議は専用資材整備、補給や戦略戦術教育以外の諸般にわたる事項を審議し、陸軍大臣に意見具心を行った。議長は陸軍次官が、副議長は軍務局長が兼ねた。この会議に、 大正11年4月より臨時軍事調査委員会の業務の一部を継承した。臨時軍事調査委員会は、列国の軍事事情調査のために設けられた慣性外の組織で、後に軍事調査部、調査部と名を変え、新聞班、調査班を管轄した。作戦資材整備会議は国家総動員体制の確立のため、大正15年10月の完成改正により、 整備局として改編された。局長には会議幹事長が就任し、動員課と統制課が置かれた。招集、動員、軍事工業の指導、軍事品の統制、補給、製造について管轄した。昭和11年8月には動員、統制の2課が廃止され新たに整備課、戦備課が設置された。所掌事務に陸軍軍事審議会の管轄が加わり、 軍事動員体制について強化された。その後数度、かの改変を経て、昭和20年4月業務を軍務局、兵務局、陸軍燃料本部に移して、整備局は廃止された。歴代整備局長、兵務局は、昭和11年8月1日に新設された。昭和11年2月には、青年将校の空出た2.26事件が起こり、軍機、 風域の監督部署として軍務局から分離、独立した。当時の所属化は、兵務化、防備化、罵声化。主な所掌事務は、軍機、風紀に関する事項、天般令に関する事項と呼び習わした。についての事項や、要塞地帯、国防用土地に関する事項、軍馬の管理に関する事項等、 風紀についても取り扱っていたことから終戦後の昭和20年11月に新たに起立化が新設された。歴代兵務局長就任階級は、那須義雄の大佐で就任した、心得、をのぞき陸軍省省。経理局は、明治5年2月27日陸軍省創設の際に、設けられた、会計局が前進で、明治6年3月に、 第5局と解消するが、明治12年10月会計局に復し、明治24年8月16日に経理局へ解消した。終戦時には、主計家、建築家、医療科の参加で構成された。局長は、主計中小省、課長は、主計大佐が部任された。経理局は、陸軍省が第一副院省に改組されてもほぼそのまま残り、 最後の局長森田親三種慶中将がそのまま局長に就いた。第一副院省長が第二副院省長と統合し、副院長に縮小されると内局第一副院局の経理部となった。歴代経理局長石黒忠則が陸軍軍医総監に任命された際の事例書軍医衛生に関する事項を所管する。明治4年7月5日に創設された。 兵部省軍医療を前身とする。その創立と統括の任に松本良順を招くため、西郷隆盛と山形有友がわざわざ松本の指定に出向いて混成したとされる。その経緯から軍医頭は兵部教に隷属するものの軍医に関する一切の権限を委譲され、部外の干渉から隔離された。明治5年陸軍省が設置されると軍医療は 陸軍省の所管となった。明治6年5月24日、軍医療は軍医部に改組され、軍医頭は軍医総監に改められた。明治12年10月15日、陸軍軍本部が置かれ、明治19年2月26日、それが医務局に改組された。なお明治43年、陸軍省人事局に軍医の人事権を吸収する動きがあり、 その動きをめぐって、石本新独陸軍次官と森林太郎医務局長が激しく対立した。その人事権をめぐる綱引きは、対象2年まで続いたものの、従来道理医学優先の原則が貫かれた。歴代医務局長、明治21年11月の完成改正で新たに、法官部が設置された。法務局はこの法官部を前身とし、明治33年5月に設置された。 法務局は可に分けられず、合わせて十数名の局員しかいなかった。陸軍警報その他軍令機の運用及び、高等軍法会議及び、師団軍法会議並びに、各種特設、臨時軍法会について鑑賞した。初代法官部長の桂太郎、初代法務局長の中村雄二郎は共に、陛下将校で、軍として法律部門は扱ったものの、 所属する管理はすべて軍人ではなく、陸軍法務官と称する陸軍文官で軍属の扱いであった。昭和17年4月各部の将校として法務部が設置され、法務中将から法務省尉が設けられ、将校総統官となる。この多方事務将校もあった。陸軍省法務局は、省の第一副院省長の改編後も残り、副院長に縮小後も第一。 福音局法務長サブとして存続する。歴代法務局長 AB、官報第2765号、昭和11年3月24日。官報第2151号、昭和9年3月6日。山下、ありがとうございます。